ますから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースがやや遅れた体型になりました。内側揃いまして2コース、1コース、この2人が出ていく。1コースから逃げる1番の上村、まくってく3番佐藤、佐藤のまくりが炸裂。佐々木は展開つけず、佐藤がまくり切りました。スタートは前提正常。3番佐藤、ここで2点進半リード。1番の上村、直線では少し伸び返します。その後ろは5番の前田、6番の栗木で2枠の旋回。さあその外枠2人が競りかける2番で、1番の上村振り切りましたが、先頭との差は開きました。リードを広げて先頭3番の佐藤翼、リードはここで3点進4点進と広がりました。1番の上村2番手、3番手にはここで6番の栗木2点進リード。内を突く5番の前田、2周1枠の旋回。その後ろは追い上げてきた2番の佐々木で2周目、バックストレッチに移りますが、ここは振り切った6番の栗木が3番手、4番手の先に5番の前田、そして2番の佐々木で最後方4番加瀬がついそうです。2周2枠の旋回に移ります。先頭が3番の佐藤でホームストレッチへ、2番手が1番の上村、3番手は6番の栗木の後ろ、まだここは4番手差があります。3、4番手は3点進ほど、4番手は続いて優勝戦最終周回に移りました。先頭が3番の佐藤翼、スロー算定はほぼ横一線のスタートから1周1幕強烈なまくりでした。先頭3番の佐藤翼、リードは5点進と広がっています。1番の上村2番手、そして6番の栗木カラスの3番手、先頭3番の佐藤翼、昨年の年末以来これが12回目の優勝、そして地元戸田の水面は2年ぶり、これが2回目の優勝。1番の上村、そして6番の栗木、上位算定変わりません。先頭3番佐藤翼優勝五輪、1番上村五輪、6番栗木五輪、2番佐々木五輪、5番前田五輪、4番加瀬五輪。